あいつら、遅いな。流歩。紅爵、必ず来ると思ってたよ。てめえ、流歩。やあ、青葉くんも来てくれたんだね。これは嬉しい。ふざけんなよてめえ。青葉に手出しはさせねえからな。それはただ単にお前の意気込みだろ。俺が青葉くんを手に入れてしまうかどうかはまだわからない。デューハー。俺が青葉くんを手に入れたらお前に次ぐ二人目の、いや、お前とはまた別の傑作が生まれることになるだろうよ。抜かせ。青葉には指一本触れさせねえ。そんな風に感情に任せて怒ってるようじゃダメだ。俺が言ったこと忘れたのかい。うるせえ。紅茶。青葉さん。お前ら。紅茶さんを止めちゃダメです。何言って。だってこのままじゃあいつ。これは紅爵さんが望んだことです。止めるのは野暮ですよ。アーバさんといえどもそれだけは許しません。最後まで見守りましょう。俺たちと一緒に。離せ。紅茶くん。お前ら何やってる。面白いことを教えてやろうか。あいつらの首筋見えるか。細い傷があるだろう。青葉くんの首にも同じものがある。あっ、てめえ、青葉とうちの奴らに何しやがった。青葉くんはね、クラブの入り口で立ち往生してるのを見たときに一目惚れしたんだ。だからつい出来心で一針持ったのさ。少し精神が乱れやすくなる類の薬をね。青葉くんがどんな風に反応してどう乱れるのか見てみたくて。だがそうしたら途中でお前が現れた。お前がここに来ていると知ってから俺も久々に策なんぞ真剣に練っちまったよ。
目的は二つ。青葉くんをどうやって手に入れるか、それからお前をどうじらして煽るか。お前に刻んだ入れ墨を育てるためにね。お前へのお膳立てのために俺は何度か旧住民区へ足を運んだんだ。お前のお仲間たちにちょっとした仕掛けをするためにね。まさか。そう、俺の針、お前もよく知ってるだろう。俺の執念をみっちり込めた針は皮膚から体内へ染み渡り、人の心をも動かす。そのためには先端のほんの人差しでいい。刺された方はほとんど痛みを感じない。虫が止まった程度だと思うだけだ。お前が俺の部屋に押しかけてきた時、あいつらはすでに俺の傀儡だったんだよ。彼らと青葉くんを生かすも殺すも、いよいよ俺たち次第ってわけだ。てめえ、絶対許さねえ。今この場でぶち殺してやる。お前、やっぱり俺の言ったこと忘れてるだろう。その背中に入れ墨を入れた当時は、お前がまだ子供だったから運よく元に戻れただけだ。けど成人したら気をつけろって、確かにそう言ったはずなんだがな。ねえ。母親殺しの公爵。言うな！公爵！おお、これは見事だ。お前に刻んだ入れ墨はね、一つの実験でもあったんだよ。実験だなんて言いたかないが、誘いを受けたんだ、東へからね。東へ？入れ墨は人の業であり刻印だ。刻んだら最後、一生背負うことになる。それ相応の覚悟が必要だ。掘る方もまた同様にね。東へはずっと人の心を操る方法を研究していた。そしてどこからか俺の噂を聞きつけたんだろうね。こう持ちかけてきたんだ。入れ墨で人の心を操ることは可能かってね。面白い発想だと思ったよ。俺はそれに興味をそそられた。そして公爵、お前を器に選んだ。その入れ墨は見事にお前の心を喰らい、
さらなる昇華を見せようとしている。あれほど感情に身を任せるなと忠告してやったのに、バカなやつ。入れ墨はお前と共に育った。お前が未成熟なうちは入れ墨も幼いから、お前がどんなに怒り狂ったとしても正気に戻ることができた。けどお前が成人すれば入れ墨もまたしかりだ。お前が怒れば怒るほど入れ墨はその怒りを余すことなく吸い取り、最後には心をも食らい尽くす。その時入れ墨はお前の心臓と一体化して本当の花を咲かせるんだ。お前の命を燃やして糧にした見事な花をね。もはや俺の人生に一片たりとも悔いはない。お前の理性と俺の執念がぶつかり合った結果、俺の魂を持っていきな。ビアー！ダメだ！膠着やめろ！膠着！自分の最高傑作に殺されるなんて法律師冥利に尽きるね。なんでだよ、膠着！膠着！膠着！やめろ！膠着、しっ
っかりしろよ。止める方法。その時にもしお前が的確な言葉を投げかけていたら、水木の意識は元に戻ったかもしれないね。俺はお前の中に入る。なんだよこれ。くそ。何なんだよここは。
公爵公爵公爵
高尺、ね、起きろ。光尺はお前のものじゃない。光尺から離れろ。光尺を解放しろ。光尺、気づいた時には何もかもが手遅れだった。あれは入れ墨の仕上げをするという日だった。針を刺す痛みがいつにも増してひどく、俺は途中で耐えきれずに気を失った。そして次に目が覚めたら、辺り一面血の海だった。家中の奴らがみんな倒れてて、俺には何が起こったのか全くわからなかった。信じられないことに、その中にはお袋もいた。自分の手を見ると血まみれの刀を握りしめていた。俺は正気を失って暴れて、みんなを傷つけちまっていた。とはいえ、ガキが闇雲に振り回した刀だ。みんな重傷を負ったものの、かろうじて命は落とさずに済んだ。お袋もそうだった。だが、お袋は意識を失ったまま回復することなく死んだ。俺のせいだ。俺が殺したも同然なんだ。光尺。正気に戻った時、嘘だと思った。全部たちの悪い夢だって。でも現実だった。そうはっきりと認識したとき、俺は本当に気が狂いそうになった。いっそ狂っちまいたいと思った。そして俺も死んじまった方がいいって。むしろお袋を手にかけちまった。そうすることこそが正しい。正気に戻った時、嘘だと思った。全部たちの悪い夢だって。でも現実だった。そうはっきりと認識した時、俺は本当に気が狂いそうになった。
いっそ狂っちまいたいと思った。そして俺も死んじまった方がいいって、むしろ死ぬべきなんだと。お袋を手にかけちまった俺が生きてる意味なんて、生きる資格なんてないと思った。だから俺はその場で持っていた刀で死のうとした。そうすることこそが正しい。その時はそう思ったんだ。だが、その時はそう思ったんだ。だが、できなかった。どうしても。なぜか、お前の顔が浮かんできて。小さい頃のお前の笑顔が浮かんできて、そうしたら無性に泣けてきて、辛くて悲しくて恐ろしくて苦しくて、どうしようもなくなって、本気で死にたいと思ってたのに、同じくらい生きたいと思った。どうすりゃいいのかわからなくなって、結局俺はこの島に戻ってきた。死ぬこともできず、中途半端な最悪の状態で、ただどうしてもお前に会いたくて。お前に会えば何かが変わるんじゃねえかって、そんな都合のいいことを考えてたんだ。この島でお前と再会した時、お前がすっかり大人になってて驚いたけど、でも笑顔は何にも変わってなくて。だから大丈夫かもしれないと思ったんだ。この島でお前と一緒にいれば、時の流れが過去の記憶を薄めていってくれるんじゃねえかって。だが無理だった。どんなに平穏を望んでも、ふとした瞬間に思い出すんだ、血まみれのあの日のことを。そんな俺を嘲笑うようなタイミングで、あの野郎劉邦まで出てきやがった。あいつを見た瞬間思ったんだ、ああやっぱり俺は逃れられねえ、あいつを殺して俺も死のうって。あいつを殺したところで何も変わらないのは初めから分かってた。だがどうせ地獄行きが決まってるなら、せめてそのくらいの復讐はいいだろうって、そう思ったんだ。俺は劉邦を殺すという望みを叶えた。だが俺の過去は何も変わらねえし、背中の入れ墨も消えねえ。むしろ劉邦を殺したことで、この手にはさらに深く血が染み込んじまった。だからもういいんじゃねえかって思ったんだ。あがくことをやめて、俺は俺の罪に身を任せようって。
皇爵、負けるな。俺は何がどうなってアオバ、どうなったんだ。俺たちは助かったのか。そうか、助かった。終わったのか。よかった。お前にもたくさん迷惑かけちまって本当にすまねえ。悪かったな、アオバ。いいよ。いや、本当にお前がいなきゃ俺はとっくの昔に死んでたかもしれねえ。俺をこの世につなぎ止めてくれたのはアオバ、お前だ。本当にありがとうな、恩に着るぜ。はあ、皇爵。おい、アオバ、お前、何やって、あ、大丈夫か。いきなりどうしたんだよ。抱きついてくるとか、びっくりして尻餅ついちまったじゃねえか。いいよ。え、何が？アオバ、皇爵、お前何も心配しなくていい。お前のことは全部わかってる、全部知ってる。だからそうか。不思議だな、お前とこうしてると心が安らぐ。すごく落ち着く。これまでのいろんなことが嘘みたいに。ああ、アオバ、その変なこと言うようだが、触ってもいいか？いいよ。アオバ。アオバ、キスしてもいいか？いいよ。アオバ、いいよ。もっと触っていいか？いいよ。アオバ、いいよ。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 本当にいいのか？
本当にこれでいいのか。負けるな。負けるなよ、紅雀。アオバ。お前はこんなとこにいちゃいけない。ちゃんと向かい合わなきゃいけないものがあるって、わかってるんだろ？俺が一緒にいるから。行こう。紅雀、本当の蹴りをつけよう。アオバ。本当はもうわかってるんだよな。さっきお前も自分で言ってたけど、いくら忘れようとしても、目を背けようとしても、起きてしまったことは変えようがないってこと。お前はたくさんの人を傷つけた。おふくろさんも。それは消すことのできない事実だ。言うな。言うよ。俺はお前に言う。お前は、お前が望んだんじゃないにしろ、罪を犯したんだ。分かってる。そんな俺がのうのうと生きてるなんて、そんなの許されねえってことくらい分かってる。確かに罪を償う方法として死ぬって選択肢もある。でも死んだら何もかもなくなる。お前の罪も何もかも全部。その瞬間、お前はお前の苦しみから解放されるんだ。本当にそれでいいのか？そんな風に逃げることになってもいいのかよ。逃げる。そうだ、お前はそれでいいかもしれないけど、残された奴らはどうなるんだよ。チームの連中だってそうだし、俺だって。チームの奴らは、あいつらは大丈夫だろう。俺がいなくても新しいヘッドを立ててやっていけるはずだ。じゃあ俺は、俺はどうなるんだよ。お前は。俺がいなくても大丈夫とか言うなよ。俺の答えをお前が決めるなって前にも言ったよな。大丈夫じゃねえよ。チームの奴らだってそうだ。お前が思ってるほど周りはそんなに強くない。お前がいなくなったら悲しいし、辛いし、心に傷を負うんだよ。なのにお前は勝手に大丈夫だって決めつけて周りを傷つけるのか？心の傷は薄れることはあっても、なくなることはない。体とは違う。お前だってそうだろ。傷を癒しにこの島に来たのに、流鵬を見たら我を忘れた。お前はそういう傷を俺たちにもつける気なのかよ。じゃあ俺はどうすりゃいいんだよ。他の方法なんて。お前が正気を失ったのは流鵬の入れ墨のせいだ。でも
実際にやったのはお前だ。その事実は変わらない。だからお前は一生その入れ墨と生きていくしかないんだ。お前が公爵である限り、俺たちが。お前がどんな罪や宿命を背負ったとしても、俺の知ってる公爵って人間は何も変わらない。アオバ、お前がもし自分を見失いそうになったら、俺が何度でも言うから。俺の知ってる公爵がどんな奴かってこと。それから俺はそいつをずっと信じてるってこと。だから負けるな、公爵。その入れ墨と過去に負けるなよ。公爵、今から俺がお前を壊す。お前が囚われてる過去のお前自身を壊すよ。アオバ、よかった。どうした？どこか痛むのか？声が